楽家の五代目を継いだ宗入は緒方家の生まれで、先代一入の娘婿に入る。緒方光琳、緒方健山はいとこにあたる。町人文化が花開いてきらびやかだった元禄時代の人物だが、宗入の作風は一切の装飾性を排除し、初代長次郎の実直で質素な作風への回帰を徹底して目指し、先祖の初代長次郎の時代に戻ろうとした。宗入の作品は強い還元塩で焼き締められ、気泡がふつふつと湧き上がり、肌がかせているのが特徴だ。そこに初代長次郎の求めた茶の湯の侘びというものが再現されている。全体的に小ぶりの作柄が多く、厚作りで公園はむくりとしており、どうにも変化をつけず、宗入の枷湯と呼ばれる地肌を思わせる粗い手触りのマットな風合いの釉薬も大きな特徴である。本作品はそれらの特徴をまさに全て兼ね備えた宗入らしい名腕である。小さいながらも抜群に力強いシルエットが美しい。全体から爆発的なエネルギーと魅力が吹き出しており、一目で見るものを魅了する。その黒い肌合いからまるで沸騰するマグマ、溶岩のようなプリミティブで野生的なエネルギーを感じる。どんなコンテンポラリー作品や現代陶芸よりも突き抜けて新しく、何倍も魅力的だ。このような作品はもう誰も作れない。娯楽ながら友箱があるのも大変素晴らしい。古美術吉戸は、古美術の良さ、美しさ、楽しさを伝えたい、広めたいと願い、古美術業界の発展の一助になりたい一心で一生懸命に動画を制作しています。どうか温かい応援、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。